ンは仮想マシンモニターの一つ、一つのハードウェアを用いて複数のオペレーティングシステムを並列実行、制御するサービスを提供する。ンはケンブリッジ大学のコンピューターラボラトリーにおいて最初のバージョンが開発された。2010年より全コミュニティはンを GPLV にライセンスの下でフリーソフトウェアとして開発、メンテナンスしている。ンは IA-32, X64, IA-64, そして ARM アーキテクチャにおいて利用が可能である。Zen では仮想マシンの実行単位をドメインと呼ぶ。Zen システムにおいて、Zen ハイパーアバイザーは最も低い特権層で動作する、中核となるソフトウェアである。Zen ハイパーアバイザー階層は一つまたは複数のゲスト OS をサポートし、 物理 CPU に対してのスケジューリングを行う。最初のゲスト OS は、全の専門用語において、ドメイン例と呼ぶ。これは標準において、ハイパーバイザーが起動するときに、自動的に、システム管理者は、追加されたすべてのゲスト OS に対して、ドム例を通して、ログインすることができる。この時の管理対象を、全の専門用語において、ドメイン U と呼び、ドメイン U は、 ユーザードーメインズを意味する。ドメイン例となる OS には、一般的に Linux、ネトブスド、ソラリスの修正版が用いられる。なお、従来 Linux においてもカーネルの修正が必要であったが、Linux カーネル2.6、23において、全がメインラインに統合されている。これ以降のバージョンにおいて、カーネルの修正は必要なくなっている。ドメイン U は、 完全仮想化または、純仮想化において利用可能なオペレーティングシステムに違いがある。ホストプロセッサが、インテル VTX や、AMDV のような X86、仮想化支援機能を有する場合には、未修正のオープンソース、あるいはマイクロソフト Windows のようなプロプライエタリな OS のコピーが完全仮想化された状態で動作する。修正が行われている OS は、 拡張サポートのための特殊なドライバーを併用して、純仮装化されるのが、ゼンの特徴である。現在では、ゼンソースは、シトリックスシステムズの仮想化事業部門として、統合されており、製品版の開発、販売を担っている。ゼンのオリジナルは、ゼンソース、インクの創立者であり、ケンブリッジ大学の上級講師であるヤン・プラットが、率いる、ケンブリッジ大学の研究プロジェクトである。 ゼンソースはフリーソフトウェアプロジェクトによる開発とエンタープライズ版を販売し、一般へのゼンの最初の公開は2003年に行われた。シトリックスシステムズは2007年8月15日にゼンソースの買収を発表し、シトリックスブランドに合わせてゼンソースの製品名を次の通り変更した後に製品名はゼンサーバー、エッセンシャルズ4ゼンサーバーエンタープライズ、そして エッセンシャルズ4ゼンサーバープラチナムに変更されている。2007年10月25日、シトリックスシステムズは、全ソースの買収を完了し、全プロジェクトを http コロンスラッシュスラッシュ www.zen.org スラッシュに移動した。これに伴って、11月頃には、シトリックスシステムズ、IBM、インテル、ヒューレッドパッカード、ノベル、レッドハット、 サンマイクロシステムズ、オラクルをメンバーとして、全プロジェクトアドバイザリーボードを公表している。2010年の春には、製品名が次のように改められている。全は、他の仮想マシンに共通する以下の利点を提供する。また、全は、純仮想化手法も採用しており、完全仮想化のそれに、比べより小さいオーバーヘッドを実現している。純仮想化全は、純仮想化と呼ばれる。 実装手法を標準採用している。実在のハードウェアを完全にエミュレートする代わりに仮想マシン環境を実現するのに都合の良い仮想的なハードウェアを再定義する。この仮想ハードウェアは実在のハードウェアに似ているが操作をするためにはハイパーバイザコールを呼び出す必要がある。前はこのハイパーバイザコールの要求に応じて仮想マシン環境に変更を加える。 この実装手法はエミュレーションのオーバーヘッドを最小限に抑えることができるため性能面で大きなアドバンテージがあるが OS を全仮想ハードウェア上に移植する必要がある。完全仮想化前はハードウェアの完全仮想化機能も提供している。この機能を利用すると実ハードウェア用に用意された OS をそのまま全上で動作させることが可能となる。 前では完全仮想化されたドメインを HVM ドメインと呼ぶ。この完全仮想化機能が提供する仮想マシン環境内の OS は特権モードで動作し完全に物理ハードウェアを支配しているかのように振る舞う。実際には仮想マシン側の OS が仮想ハードウェアを制御する命令を実行したとき仮想ハードウェアがそれを検出し例外のようなものが発生して全に制御を渡す。 制御を渡された前は OS が行おうとした処理を分析し仮想ハードウェアの動作をエミュレートする。完全仮想化の環境は純仮想化方式に比べるとエミュレーションのためのコストが大きくなるがソフトウェアをユーザーの手で変更することが難しい Windows などの OS も動作させることができる。エミュレーションのオーバーヘッドを最小限に抑えるためにデバイスドライバーのみ 純仮想化されたものを用いることも可能である。Zen 自体はデバイスドライバを持たず、ドメイン例上の OS が物理デバイスの制御を行う。この仕組みにより、その OS が動作するハードウェアであれば、どこでも Zen による仮想マシン環境を利用できる。2009年6月現在、Linux、Minix、PlanQ from Bell Labs、n e t b u s d o 多くの Linux ディストリビューションが標準で全を含んでいる。Fedora Core 4以降、Zenapix、s u s e l i n u x 10.0、d e b i a n Edge、r e r g o Ubuntu、n e t b u s t などでサポートされている。また Solaris、o p a n c e l a r i s にも移植されている。全3.0には P6 以上の CPU で動作する。完全仮想化機能を用いるためには、 インテル製のインテル VT 対応 CPU、もしくは AMD の AMD-V 対応 CPU が必要となる。他にサポートしているプラットフォームとしては IA-64 やパワー PC 上でも稼働する。全ソースとマイクロソフトはハイパーバイザ形式の仮想化システムに関し共同開発を行っており、全とハイパー V は共に同一の仮想化コアを用いている。 両者は、それぞれ独自の各種用語を用いているが、その主な違いは、ジッハードウェアのサポートを受け持つ全でいうところのドム例に、標準搭載されている、管理用 OS が主にライセンスの関係で、全では Linux であり、Hyper-V では Windows Server 2008である程度である。このため、全と Hyper-V の上で動作する対応 OS は、同一である。また、 両者の仮想ディスクも相互運用が可能となっており、全で運用している仮想マシンをハイパー V に、ハイパー V で運用している仮想マシンを全に移行こうといったことが特に意識せず可能となっている。ありがとうございます。